代の部活は春高バレーで初優勝した日本航空高校バレー部後編。元全日本の栗原めぐみさんの作りの強さの秘密に迫ります。やってくれるんですか？あーなんか久しぶりな感じでドキドキする。部活ピーポー全力応援部活ピー。はい、続いてのキーワードはこちらです。お、続いてレシーブ力を鍛えるオリジナル練習、ホニャララからのスパイク。なえなのちゃん、何か分かりますか？レシーブ力を鍛えるオリジナル練習、ホニャララからスパイク。スパイクってパーン、至近距離からこんぐらい。その狙いは衝撃に耐える。来たんじゃないですか？正解は台の上からのスパイクでした。ちょっと違かった。実際に見るとすごい高さから来てますよね。こういう形で台に乗ってアタックを打つことによって正確に打てますし、強いボールを常に一定に打つことができるので、レシーブ練習に取り入れるっていうのは非常に有効的です。今日本代表とかでも、私が現役の時も実際にやってた練習ですし、こういう形でみんな練習してると思います。反応ももちろんですし、まあ、今こう入ってる選手見ても分かるように、ちょっとこうどこに来るか一瞬迷っちゃってるんですよね。迷うことによってワンテンポ遅れちゃうので、そういう読み、相手の体とかスパイクのフォームを見て多分この辺に来るっていう一瞬の判断もすごく優れてるのが伊藤君だと思います。なるほど。意図を聞いてみないと分かんないんですけど、入るボールを見てもらうと分かるんですけど、ちょっとネットより離れた位置でセッターって言って一番ネットに近くいてトスを上げてる子たちがあんまりこうネットの方に寄ってないんですよ、うん、ここで栗原めぐみさんがコートに入って解説。返球がネットに近いと。やってくれるんですか？あ、ナイスですね。この位置で、ここが近いと相手がブロック、相手が高いと抑え込まれちゃったり、うん、でちょっと変えるとダイレクトで打ち込まれちゃったりするんですね。これをコントロールするために、あ、ナイスです。この位置ですね。ボールが触れられないところ、選手がさばいてたっていう。結構離れてますね。やっぱ試合になるとやっぱ近かったりすると怪我もあるし、うん、失点につながったりするので、自分の中で勝手にネットから離しちゃってるから。あー、なるほど。あえてネットから離して常にボールを返球できるっていう技術がまず素晴らしいなと思ってたので、やっぱりそれを意識的にやられてたっていうことですよね。素晴らしいと思います。嬉しいだろうな。ここで栗原さんから。何？私にも軽くレシーブさせてください。やってくれるんですか？うわー、上手。重いなー。あ、違うね、やっぱね。違うね。わあ、ありがとうございます。いい記念になりました。日本一の高校生のレシーブを受けたら真っ赤かです。ブカピ。あ、これはきついやつですね。何？すごい、きつそう。真ん中のコーンを中心に、とにかく左右に振られる形なので、取った後にすぐ次のボールに動くっていう形で、足さばき
とかも非常に重要になってくる練習で、レシーブプラスフットワークがプラスされてますね。やっぱフットワーク大事なんですね。持久力も求められるので、やっぱりゲームの後半厳しくなってきた時にも足が動くっていうのは、こういう練習も生きてると思います。あの女性のコーチ、彼女がディフェンスの練習を主に教えてるって監督もおっしゃられてたので、女子の練習も多分取り入れてるんじゃないのかなと思うので、ちょっとお話は聞いてみたいなとは思ってます。どのようなことを教えられてるのか教えてもらってもいいですか？はい、主にはまずは足さばきですね、うん、女子みたいに細かくこの時はこういう足を使った方がいいとか、レシーブの取り方であったりとか、それを細かく教えるようにはしています。はい、女子のその練習とか足さばきを男子の方に取り入れてみて、実際にこういう風にうまくいったなとかっていう部分があったりとかしますか？ありますね。ワンタッチボールをやはり女子よりもかなり遠くで飛ばされるので、その取り方であったりとか、あとは真ん中にいる選手が横に走ってボールぐらいを取る時であったりとか、それを飛びつきながら取るっていうようなことの時に、今回の春高もだいぶやっぱり横に飛びつきながらレシーブボールを上げてたんですけど、そういうところを見て、ああ成果ってやっぱり出るなというのはやはり感じます。何？なんだこれは？台を一列に並べ始めました。なんだろう。本当にさっきまで一つ一つやってた練習の集大成、全部が組み合わさった練習が始まりました。女性のコーチがボールを投げるのが、相手のセッターが上げた位置ということなので、その上がった場所にブロッカーがついて、ブロック&ディフェンスっていう練習をしてますね。バレーボールって常にボールが動いてるので、声で自分がどこに上げてほしいだとか、逆に上げる人はどこに自分が上げてるかっていうのを声で示してあげることによってプレーがつながっていくんですね。さっきコーチが言われたのは、どこにボールが欲しいのか呼べっていうことを言ってたので、本当に自分が攻撃できる位置にトスを要求しろっていうことです。やっぱりバレーボールって常に相手がこんなに有利な状態ではないんですけど、今ってこう常にコーチの方がボールを投げた状態ですぐに台に乗った選手が打ってて、相手が常にいい状態で攻撃してるっていう劣勢の状態なんですね。その苦しい状況の中でいかにつなぐかっていうのをこうずっと何回も何回もやってるので、実際の練習の試合になると、ここまで相手がいい状態でずっと攻めてくるわけではないので、すごくやりやすく感じるんじゃないのかなと思います。体力というかつくんですかね。試合の一番苦しい状況を想定して練習してると思います。試合を見てやっぱりディフェンスがいいチームだなって第一印象で思った部分のこう納得ができるというか、こんだけ細かくディフェンスに対して小分けにして練習していってるっていう部分が試合でああいう形で現れてたと思うので、今日の練習を見させてもらって納得しました。さらに量にも強さの秘密が。ご飯かな。
伊藤選手は寮に住んでるっていうお話を聞いたんですけど、寮の自慢のポイントがあったら教えてください。そうですね、毎日3食栄養士さんが考えてくれたメニューの食事が出るので、すごいバレーにもつながってきて、怪我することなくとことんバレーができています。やっぱりね、トレーニングした後やっぱりしっかり栄養を取ってあげることによって筋肉とか体も形成されるので、疲労の回復とかにも役立ちますし、最後フルセットまでしっかり戦えたっていうのは栄養の部分からもサポートされてたっていうのがすごく大きいんじゃないのかなと思います。私も実は学生時代ずっと寮で、全寮制のガチガチの寮に入ってたんですけど、変な決まりとかたくさん、実は面白い決まりみたいなのがあったんですけど、そういう何か独特な寮の決まりとかはあったりとかしますか？いや、特にないんですけど。はい、ないんですね。私たちマヨネーズが3年生しかダメだったんですけど、なんかそういう面白い話が聞けるかなってちょっと期待してたんでマヨネーズ3年生はいいんだ。よかったです、ちょっと安心しました。日本一に導いた監督にインタビュー。あの、私の中で、私はずっと女子の畑で選手をさせてもらってたので、ちょっとこう男子の練習っていうのは総合練習が多くて、あんまりこう選手同士声の掛け合いとかも少ないんじゃないかなっていう勝手なイメージを持ってたんですけど、今日が逆に練習を見させてもらって、あの、すごく通ずる部分が多いというか。そうですね、はい、すごくこう身長が大きい生徒であったりだとか、スラッとしたような子ばかりじゃないので、そういった経験もなかなかない子たちも含めて、バレーボールをここで頑張りたいってこう信じて入ってきてくれてる子たちも多いので、まあ、そういう子たちがどういうバレーボールをしたら、この子たちに少しでも、まあ、3年間の一番いい思い出が作れるのかなというような中で、やはり他のチームと同じような、まあ、その男子的な練習だけではこの子たちではなかなかいい結果につながらないんじゃないのかなということで、女子のレシーブのしつこさであったり、その本来の日本バレーの良さを男子の高校のバレーの中に落とし込んでくれてるっていうことは、すごくこう今後そういったスーパースターがいないチームでも、なんとかこう全国のトップレベルまでチームを持ってこれるってことはできるんだぞというのを、なんか今年のチームで証明できたんじゃないかなというふうに思うんですよね。どんなチームでも諦めないで、必ず活路はあると思いますし、工夫次第で十分全国でもトップのチームと渡り合えるっていうのを、少し見てもらえたのかな、勇気与えることが少しできたかなというふうには思います。嬉しいですよね、だって20回出てて初めて優勝したんですもんね。まさに私も春高の決勝を見させていただいたときに、これは日本の女子バレーが目指すべき姿なんじゃないかなっていうふうに勝手に思ったんですね。やっぱり大エースがいるチームであったりですとか、身長がとても高くて体格差では勝てない世界のチームに対して、日本の女子バレーがやっていかないといけないっていう目指すべき姿が体現されたバレーをまさにされてたと思うんですけど、もう本当に素晴らしい活躍で、優勝がすごく嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、なえなのちゃん、いかがでしたか？今回日本航空バレー部を取材させてもらって印象に残ったところがあります。それは女子の練習を取り入れた守備練習でした。女子の良さを取り入れたからこそ、男子のパワーも加わって、より粘り強いバレーボールが生まれていました。またバレー部の取材をするときは呼んでください。ありがとうございます。ぜひお願いします。ありがとうございました。なえなの CM を企画しちゃいました。イエーイ。今回ですね、スポーツ用品専門店スーパースポーツゼビオさんからのオファーで、なんとなえなのが CM を考案しました。イエーイ。どんな CM になるのかは乞うご期待なのですが、最後はみんなの投票で決めるそうです。詳しくは YouTube のブカピで見れますので、ぜひチェックしてみてください。 CM にはなえなのも出ますよ。なえなノート、じゃじゃじゃん。はい、ということで今回思ったのはこちら、じゃじゃん。今回取材に行ってくれた栗原選手、
が話しかけるためにニヤニヤしていた伊藤くんを描きました。可愛かったですね。ずっとニヤニヤしてたやっぱ憧れの選手っていうのもあっただろうけど、絶対可愛かったからですよね。いいな伊藤くん。栗原さん、ぜひ次はなえなのと一緒にロケに行ってください。もう説明がとっても分かりやすかったです。ありがとうございました。この涙は今溢れ出す。日本航空の航空部を特集します。来週も見てね。バイバイ。